VF-11 サンダーボルト、VF-11 サンダーボルト、VF-11 サンダーボルト、サンダーボルトは、マクロスシリーズに登場する架空の兵器。初出は1994年発売の OVA、マクロスプラスと、同じく1994年放送のテレビアニメ、マクロス7。バルキリーの通称で呼ばれる、可変戦闘機、バリアブルファイターイコール VF シリーズの1で、 ファイター、航空機と、バトロイド、人型ロボット、両者の中間形態である、が多くの3形態に変形する。長時空要塞マクロスより登場する、VF-1 バルキリーの後継機で、新統合軍、単に統合軍ともの主力量産機。マクロスプラスでは、主人公、イサムダイソンの序盤の登場機出る VF-11B、マクロスなでは、 マクロス7戦乱の主力機である VF-11C などが主に登場する。相性、ペットネームのサンダーボルトは来電、落雷ラライの意。メカニックデザインは川森正春。デザインモチーフは SU-33 フランカー D。派生型の VF-11 マクセルは回 -16XL。2009年を舞台とする。 超時空要塞マクロスから約30年後の西暦2040年を舞台とするマクロスプラスにて初登場。30年が経過していれば当然新型機が出ているだろうということで VF-1 に代わる次世代機としてデザインされた。ファイター形態のデザインコンセプトは翼を広げた翼流。ファイター形態は VF-1 との差別化を図った一方でバトロイド形態は VF-1 に似たデザインになっている。コクピットのデザインは宮武和孝が、ガンポットのデザインは吉野隆夫が行っている。量産機ということで、工術の様々なバリエーションや、ロケットブースター、スーパーパック、フルアーマードパックなどの各種オプションも多数デザイン、されている。マクロスプラス劇中では、VF-11B が量産され普及しており、イサムも、 u f マイナス19の前に登場する。しかし、ガルドゴアボーマンの乗る、u f マイナス21をレーダーで捕捉できなかったり、ブースターを増設しても追従困難であるなど、旧式機としての描写が強調されている。マクロスプラスから、さらに未来の2045年を舞台とする、マクロス7では、発展型の VF マイナス 11C、11 VF マイナス 11D 回、 VF-11 マクッセルカイミレーヌ専用機、ミレーヌバルキリーが登場する。当初はマクロス7の主人公、ネッキバサラも VF-11 から後継機の VF-19 エクスカリバーに乗り換える構想があったが、VF-11 はガング商品の強度に問題があったため、実現しなかった。 VF-11 マクッセル会はヒロインのミレーヌ・フレア・ジーナスが登場する機体で初の女性型 VF としてデザインされた。ミレーヌの母、ミリア・ファリーナ・ジーナスの VF-1J など女性パイロットが乗る機体は従来作品にも登場していたが形状も女性的な機体はシリーズ初。2058年を舞台とする小説企画マクロス・ザ・ライドでは VF を用いたエアレース、バンキッシュを題材としており、民間に払い下げられたレース使用機や報道用の機体が登場する。バンダイ、ヤマト、ハセガワからはプラモデルや可変トイが発売されている。西暦2030年に収益した新統合軍主力機。2020年代以前は VF-4 ライトニング E や VF-5000 スターミラージュといった 数種類の機体が配備されていたが、これらはいずれも特定用途に特化した設計であり、VF-1 バルキリのような汎用性を持つ真の次世代機は登場していなかった。やがて大規模な宇宙移民時代が到来すると、移民船団の護衛や治安維持を担う汎用機の需要は高まり、新統合軍はこれに適応した次世代機開発計画ノバプロジェクトを立ち上げた。 プロジェクトは、新生インダストリー社製の VFX-11 と、ゼネラルギャラクシー社製の UF-14 との一騎打ちとなり、これに勝利した VFX-11 が、VF-11 サンダーボルトとして、直主力機に決した。なお、破れた UF-14 は、高い強度と搭載量の多さを評価され、VF-14 バンパイアとして、 移民惑星でのライセンス生産へと回された。VF-11 はトータルバランスを重視した機体で性能面で特に傑出したものはない。しかし安定した飛行特性や高い信頼性と整備性など現場での運用評価は高く多数のバリエーション展開や豊富なオプションを装備可能な拡張性も備えていた。手機の熱格、タービンエンジンは VF-4 に搭載された FF-2011 の約2倍の出力を持つ FF-2050G を搭載している。しかし、機内の燃料容量、厳密には推進剤の搭載容量が小さいという VF-1 以来の根本的問題は解消されておらず、宇宙空間での活動にはスーパーパックなどの外装オプションを必要とする。ファイター形態は、 VF-1 や VF-5000 の流れを組む、大気圏内での空力特性を重視した形状を持つ。機種両脇の大型カナードが特徴的で、未装備の機体と比較して、若干最高速度は落ちるが、高機動時の操縦性に優れている。主翼は、他の VF 同様に、可変翼を採用しており、高速移動時は後退させることができる。 バトロイド形態への変形方法は VF-1 以来の屈動式で変形後のシルエットも似通っている。しかし VF-1 では脚部が変形の際に一度切り離されてから機種のジョイントに接続されるのに対しこちらではセンターモジュールから分離することなくそのまま変形する。収益後は後継機の VF-19 エクスカリバーが登場するまでの10年以上に渡り 第一戦で運用され続ける。退役後は民間に多数が払い下げられ、レジャーやレースなどに使用されている。マクロスザライドにおけるバンキッシュレースでは、VF-11 のみで行われるサンダーボルトクラスというカイリーグがあり、独自の改造を施された機体が競い合っている。マクロス七放送時に、百四十四バルキリー VF-11C と、 144ミレーヌバルキリー VF-11 マルクスカイのプラモデルがバンダイより発売されている。どちらも変形はしないが、ファイター形態とバトロイド形態の2つの形態が作成可能な2期セットになっている。2001年にヤマトが完成品トイで1-72完全変形 VF-11B を発売した。同社のそれまでの製品。 u 19と u 21は、スタジオハーフアイのガレージキットが元になっていたが、この商品から完全自社設計になった。ファストパック付けのバリエーションもある。完全変形を謳っていたが、キャノピーカバーを両面テープで貼り付けたりと不完全な部分があり、後により完成度を増した1、60完全変形シリーズが登場する布石となる。2008年には、 ヤマトから非可変の完成品とい、群雄、銅、シリーズとして、VF-11B バトロイドが発売された。同年12月には、カラーバリエーションとして、マクロス VFX2 番が発売されていい。2009年4月に、ヤマトから3形態へ、変形可能な完成品とい、1、60完全変形 VF-11B ウィズ、スーパーパックが、 2010年2月には、1、60完全変形 VF-11 シーズ h スーパーパックが発売された。2011年6月には1、72縮尺で、スケールモデルの長谷川から、ファイター形態のプラモデル、v f 1 1 b サンダーボルト、マクロスプラスが発売された。同年12月16日には、バリエーションキットとして、 VF－ 十一 D サンダーフォーカス、マクロス・ザ・ライドが、二千十二年三月十七日には、VF－ 十一 B ノートングイー、マクロス・ザ・ライドが、限定発された。十一月八日には、VF－ 十一 B スーパーサンダーボルト、マクロスプラスが、二千十三年五月三十一日には、ベ米－十一サンダー・シーカーが発売された。 登場メカとして人気があり、同社の米国支社であるヤマト USA 社から各種商品が発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。